ッカー日本代表の皆様、ようこそ沖縄へお越しくださいました。私、一般社団法人沖縄県サッカー協会知念と申します。簡単ではございますが、本日はこのような形で歓迎式をご用意させていただきました。長旅ではございますが、長旅だったかと思いますが、少しお時間をいただけたらと思います。それではまずはじめに歓迎の意を込めまして、一般社団法人沖縄県サッカー協会八夫曽重幸副会長よりご挨拶を頂戴いたします。八夫曽副会長、どうぞ前の方へお願いいたします。こんにちは、メンソーレようこそ沖縄へ。月末のワールドカップバハマ大会が目前です。短い期間ですけども、ここ沖縄でしっかりワールドカップの目標を達成するようにしっかり頑張ってください。今週は西原でのマッチ、トレーニングマッチがあります。しっかりですね、沖縄のビーチの選手は結構おりますので、ぜひ子どもたちにも夢を与えながらですね、しっかり頑張ってもらいたいと思います。トレーニングの厳しい中にでもね、沖縄にも結構おいしいもの、いいところありますので、監督、スケジュールの合間にぜひリフレッシュもしてくださいということで、ぜひワールドカップの目標であるためにしっかりトレーニングお願いします。期待します。終わります。ありがとうございました。次に歓迎の花束贈呈をさせていただきたいと思います。チームを代表しましてマルセロ・メンデス監督へ花束をお受け取りいただきたいと思います。メンデス監督、どうぞ前へお越しくださいませ。チーム代表挨拶といたしまして、マルセロ・メンデス監督より一言いただけますでしょうか。Muito obrigado pela recepção. A gente fica muito feliz de ser bem recebido num lugar que a gente gosta muito de estar, que é Okinawa. このようなセレモニーを開いていただいて本当にありがとうございます。心から感謝しています。O tamanho não é importante para nós, o importante é o que vem do coração, e a gente sabe que vocês estão fazendo isso.本当毎回毎回これだけ沖縄の人たちに歓迎してもらっているので、本当に毎回この沖縄に来るのをいつも楽しみにしています。本当にありがとうございます。Nós vamos aproveitar ao máximo. Sabemos que Okinawa é o lugar perfeito para se treinar beach soccer. E vamos tentar fazer dois grandes jogos contra a Alemanha para retribuir isso que vocês estão fazendo por nós. Muito obrigado.短い時間なんですが、短い間で自分たちの やれることをしっかりやりきって、でドイツ と、親善試合、2試合がありますので、しっかり勝って、で皆さんに、これだけ、恩返しできますように、ここにいるみんな、一生懸命頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。皆様の沖縄での合宿が FIFA ビーチサッカーワールドカップバハマ2017でのご活躍になりますよう心からお祈り申し上げます。